東京 FM ニュースは東京 FM で放送されているニュース番組である。最新のニュースから天気予報などを伝え東京 FM トラフィックレポートと抱き合わせて放送している。当局の平日のワイド番組では各番組のパーソナリティから報道情報センターのアナウンサーにつなぐ内報形式、平日夜間及び週末の番組においては 箱番組と箱番組をつなぐステーションブレーク枠に、報道情報センターのアナウンサーが、独立形式で放送をしている。平日24時55分は、前日のニュースを中心に、全国ニュースを伝える。なお、基本的に、JFN ニュースと同時放送となる。ジングル BGM2009 年10月より、土曜、日曜に、ドライバーズインフォが編成される。 東京 FM ニュース、天気予報、東京 FM トラフィックレポートの3つをワンパッケージにした番組である。原則交通情報を先に紹介する。日本道路交通情報センターから伝えるが、交通情報にスポンサーがつく場合は後回しにする。2010年以降は金曜の夕方以降にも放送。ただし、金曜日は21時台前半までは25分程度の 番組が数多く編成されていることから東京 FM ドライバーズインフォこの時間は〇〇をお送りした後最新の交通情報をお伝えしますとアナウンスし曲の後半で交通情報をアナウンサーが読み上げる21時台後半以降は東京 FM ニュースに沿って放送される同時期からは祝日に放送される東京 FM ホリデースペシャルに内報 内しは合間で放送されるものに関してもこの名前が用いられている。2020年10月より土日の午前から夕方にかけては口述する東京 FM サタデー、サンデーナビとなり、週末については5時55分と夜間帯のみの放送へ移行された。2021年4月の改編より土日の5時55分枠については金曜夕方枠と同じ。 楽曲交通情報と天気予報毎月最終週の土曜5時55分枠は番組審議会の内容放送の構成となった。同回編では金曜16時55分枠の放送が終了となった。2021年7月より土曜日曜午後以降に再編成された。2020年10月3日より土曜日曜の朝から夕方までの放送を 東京 FM サタデーナビ、東京 FM サンデーナビとして放送。上記、ドライバーズインフォの内容に、東京 FM の番組情報や、番組公式ハッシュタグに寄せられた、リクエストメッセージを紹介するコーナーを加えて放送。各時間帯のパーソナリティは、ナビ以外のショートプログラムのスタジオ進行、番組末尾のトラフィックリポートの呼びかけを兼務する。なお、 ナビ以外の土日の時間帯については、引き続き、ドライバーズインフォ、および、東京 FM ニュースが放送される。2021年7月より、同番組の放送が土曜、日曜の午前のみとなった。担当アナウンサー表内に、名前の記載があっても、別のアナウンサーが担当する場合がある。表内、担当者欄の記号は、以下の意味を示す。ありがとうございます。